ねえお母さん、明日だよね、あの人が来るの。ああ、朝10時の飛行機だからこっちに着くのはお昼ぐらいになるかね。母さん仕事で行けないけど、お迎えよろしく頼むよ。うん、でも小さい頃会ったっきりだし、きっとすごく変わってるんじゃないかな。そう思って母さん、これ用意しといたんだ。明日持っていくといいよ。
それちょっと恥ずかしいよ。文句言わないの。あ、もうこんな時間、私行かなくちゃ。それじゃ行ってきます。すみません、シートベルトがこんがらがってるみたいなんですけど。え？何それ。私が席に着いた時にはあなたはもうその間違った金具をつけてたのよ。覚えてないの？に向け間もなく離陸いたします。誠に恐れ入りますが、お座席のシートベルトを今一度ご確認ください。お兄ちゃんなんて呼んでびっくりしましたよね。私春の小鳥です。お母さんが仕事で急に来れなくなっちゃって、代わりに私が来たんです。覚えてます？昔東京のお家でよく遊んでもらって、その時私お兄ちゃんって呼んでて。嬉しくなって自分でも無意識にお兄ちゃんって呼んじゃったんです。
あ、はい。じゃあ、そろそろ行きましょう。お兄ちゃん。やったんです、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 やったんです。